男性はこんな女性のことを気が狂うほどに恋しいと思ってしまうんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また不定期でありますが LINE アット公式 LINE でも様々な情報を配信しています。下の概要欄説明欄に LINE アット公式 LINE へのリンクが出ています。登録無料になっていますので合わせてご登録ください。男性が彼女の言葉がありいつも考えてしまう、気が狂ってしまいそうだ、全てに手がつかなくなってしまう、男の人にそこまで思わせる女性にはいくつかの特徴がある。今日はその代表的なものを7つご紹介をしていこうと思います。彼があなたのことをどう思うかに関係なく、あなた自身がブレない心をどう作ればいいのか、あなた自身の自分軸をどうすれば整えられるのかというあなた自身の問題についてはね、こういうセミナーで詳しくご紹介をしています。こちらに画像が出ていますが、日程場所は下の概要欄説明欄にリンクが出ています。こちらにも同様のリンク出ていますから、日程場所をご確認いただいて、ご都合よければぜひこちらにもねお申し込みいただきたいと思っていますが、今日は男性はだいたいこういう女性のことを恋しいと思う、そしてただ恋しいと思うだけではなくて、本当にね彼女がいないと俺はダメなのかな、なぜ俺はこんなに彼女のことを考えてしまうんだろうということで、まあ、気持ちがね乱れまくってしまう、まあ、本当に狂ってしまうんじゃないかというような状態にまで追い込む女の特徴ということでいきたいと思います。もちろんここでご紹介させてあげる話全てのケースに当てはまるかというとそういうことでもないので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただくと、あなたの状況や環境そして心の状態をお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくことができます。これも下の概要欄説明欄にリンク出ています。こちらからホームページ飛んでいただくか、こちらにも同様のリンク出ていますので、こちらからホームページ飛んでいただいて、ご希望の日時ご入力いただいてお申し込みください。ということで今日は男性が気が狂うほどに恋しいと思う女性の特徴、まあ、男の人にねこういうことを思わせる女性って大概こういうことやってるよねっていう、そんなお話、代表的なものを7ついきたいと思います。そのうちの1つ目はこちらです。はい、徹底的な女性性のアピールをされる方なんですよね。男性は基本的には女性のことが好きなんです。異性愛者であるという大前提で申し上げてますが、男性は基本的にいつでも女性のことを考えているんですよね。まあ、とはいえですよ、いつも女性のことをばかり考えているわけにもいかないじゃないですか。それはね、人間だから社会生活を営んでいかなければいけないし、お相手との関わりをそこに恋愛絡めてとか性愛絡めてコミュニケーションを取るわけにはいかないですよね。だからまずは人としてのお付き合いがある大前提としてはね、女性性としてはその先なんですよね。その一歩向こう側にある女性性というものをぐいぐいねゴリ押しで来られるような女性というのは、まあ、大概男の人は、あ、女の人だ、あ、女性だ、あ、好きになる、あ、彼女のことを考えたいというふうに、まあ、思ってしまうんですよね。なのであなたの身の回りにもねそういう方いらっしゃるかもしれません。ご本人が意識しているかしてないかに関わらず、まあ、私女なんです、私女性なんですということを、まあ、ゴリゴリとねこう男性にアピールされる方っていうのは、まあ、大概ねチヤホヤされること多いと思うんですよね。繰り返し申し上げますが、男性はあなたのことを女性とは思ってますよ。ただ恋愛の対象とか性愛の対象としての女性とは思っていなくて、あくまでも男女という区切りで見た時の女性としか思っていないわけだから、そこにね女性性みたいなものを垣間見た時、またそれをね感じた時、そしてさらにそれを強く感じた時にあなたのことばかり考えるようになってしまうんですよね。じゃあこの場合の女性性というのは何かというと、これはねもういろんな考え方があると思います。彼が考える女性性ですよね。それはある意味ステレオタイプなものなのかもしれないし、まあ、彼なりの世界観の中にある女性ってこういうもんだよねっていうものなのかもわからんけども、男の人にとって、また彼にとって女の人ってね、まあ、それは振る舞いであるとか言葉遣いであるとか、まあ何かしらねこう周りに対する気遣いの仕方であるとか、まあ、そういったところが、あ、女性っぽいな、あ、女性なんだこの人ということを感じさせることができる、まあ私女ですアピールですよね、まあ、ということをされる方っていうのは、まあ、大概男の人はその人のことをまず最初に考えてしまうから、先ほど申し上げたように男の人はね常にやっぱり女性が好きなんです。だから他の人をね女性だと思っていても、それは人間としての女性であって性別としてのメスであって恋愛や性愛の対象ではないわけですよね。その中で一歩飛び抜けて恋愛対象だとか性愛の対象になりうる女性というものが自分の目の前に現れたら、あ、彼女のこと考えよう、あ、彼女いつもなぜか俺の心の中にいるという状態になり、気づいた時には完全にあなたのことを恋しいと
愛しいと思うようになっていくという、まあ割と単純な話なんですが、この単純なことがね実は結構大変だったりもするんだが、でもここを押さえておくと割とね男の人の心に強くそれを残すことができる。まあ逆に言うとね、男女逆にした場合、女性はねある意味こう男性らしさみたいなものを感じた時に、あ、この人いいかもとね思ってしまうことあると思うんです。まあその逆だというふうに思っていただくと話早いのかなと思います。さあそして2番目はこちらです。はい、全てをね受け入れてくれる人なんですよね。まあ、これも男女関係ないといえばね関係ないかもしれません。男の人であれ女の人であれね、やっぱり否定されたくないじゃないですか。そして自分を受け入れてもらえると、まあ、そこでねいわゆるこう自己肯定感も高まるし、自己承認欲求も満たされる。あんたねこういうことやっててすごいよね、あんたのやってることはね本当にね正しいことだ。まあ、それがね時に道理にかなっていないというか、ちょっと道を踏み外したことなのであれば、まあ、それはそれでねちゃんと諭して、そうじゃないよねっていうことを伝えてあげればいいんだが、まあ、それにしてもねまずは一回受け入れてくれる。あそこに行けばね、全く自分は、まあ、否定されたりとかね何かしらこう自分にねダメ出しされることはない。そこに行くと完全にね、あ、俺が俺であっていいんだということがよくわかる。この人との関わりを通じて自分の承認欲求が満たされるし、自己肯定感が上がっていく。彼女と話をしているとなんかどん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 自信高まっていくんだよね、もっともっとやる気になろうと思うんだよねみたいなことを感じることができる。それは、まあ、あなたもねそういう男性と関わったり、また同性の友達でもねそういう人と関わっていると、まあ、そこの人と、まあ、関わりを深めていきたいと思うし、ちょっと離れている時でもねちょっと心がへこんでみたりとか、ちょっと悩むことがあった時に、あの人に会いたいな、あの人と話したいな、あの人のところに行きたいな、あ、恋しいなあの人は、というふうに、まあ、思ってしまうことあると思うんです。さっきも言ったようにね、何が何でもね彼がおかしなことしてたりとか、あなたに暴力振るったりとか、まあ、そういうことしてるのにそれを受け入れるってのは、それは単なる都合のいい方になって話になるんで、そういう話じゃないですよ。受け入れるべきところは受け入れて、だけどあかんよねというところに関してはそれはね、教え者としてちゃんと正しい道に導けばいいだけの話だから、まずは一回受け入れてくれる人、そういう人のことを常に考える。どうなんでしょうかね。これはだからさっきも言ったように男女関係なく、あなたもね、頭に思い浮かべて、あの人っていつも受け入れてくれるようなっていう人のことっての大概ね、なんか頭の片隅にあるというか、いつでもその人のことを最優先で考えてしまうことってあると思うんです。その存在にあなたが彼にとってのね、そういう人になればいいと、そういうお話でした。さあそして3番目はこちらです。はい、感情が共鳴して増幅するお相手なんです。ご自分のね感情と同じ感情を持ってくれて、なおかつその人と感情が共鳴することによってより感情が大きくなっていく。例えば彼が嬉しいことがありました、喜んでます、その時にあなたもねそれを自分ごとのように喜んでくれる。そうすると彼はその喜びがより大きくなっていくわけですよね。あなたの喜びと、あなたに喜んでもらえているという喜びと、自分自身が喜んでる、それがね全て掛け合わさって大きくなっていくんです。悲しいことが彼はありました、あなたも一緒に悲しんでくれる。その悲しみは2人でね増幅していくからより大きなものになっていくんだけど、そこでね、悲しみ全てがね洗い流されていく。一気に盛り上がっていく分、まあ、全部吐き出すことができるから、ある程度ねこう悲しみから立ち直るのも早くなっていく。あなたと関わることによって彼がね嬉しいなっていう時に、そんなことで嬉しいなんて、へえなんていうふうに言われたら、あ、この人と関わるのやめとこうとかね、彼が辛い思いをしてるのに、何そんなことで辛い思いしてんの、バカじゃないのみたいなことを言う人のところに行きたいかさ、それは行きたくないじゃないですか。だから一個前の話でもね申し上げたように、まずはやっぱり彼を受け入れてあげて、そしてなおかつ彼の感情に乗っかってあげる。そしてその感情をねより増幅させてあげていただくことによって、やっぱり自分をねうまくコントロールすることができる場として、あなたを感じることができる、あなたの存在をねそういう存在だと思うことになるようになる。だからこそあなたのことをいつも考える。自分が感情が揺さぶられた時、それが良かった時も悪かった時もね、常にあなたの存在が頭の中にあるようになるんです。だからこそ彼にとってはね、常に自分自身の心の指針というか、自分自身の心を安定化させるための存在として、あなたの存在がそこにある。だから
恋しいとかね、愛しいというふうに常に思われる存在になるんです。まあいつもね申し上げてると思いますが、こういう話、まあこれは男の人も女の人もそうなんですけど、やっぱりこう自分のね感情をうまく増幅することができて、なおかつうまくコントロールすることができるような人との関係ってさ、誰でも大事にしていきたいじゃないですか。そういう人との関係って手放したくないですよね。こんなお話でご紹介差し上げています。こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先も出ています。関連する動画他にもいくつかご紹介差し上げているので、チャンネルをご登録いただいてね、合わせてご覧になっていただければいいんだけども、まずね彼の感情に乗っかってあげるということですね。それを否定すると、その感情の行き場がなくなってしまって苦しくなっていく人と一緒にいたいかさ、そんなことは全然ないので、まずは一緒にね感情を共有しましょう、共鳴してあげましょう、そして増幅させていきましょう、そんなことを考えていただくと、まあそれはね、もっと男女関係なく、まあ同性同士でもね、まあ上司部下の関係なんかでも、まあ、そのあたりうまく使ってあげていただくと、お相手との関係をね、より良くしていくことができるという、そんなお話でした。さあ、そして4番目はこちらです。はい。本心がね、不明瞭な時ですよね。不明瞭な女性。これはちょっと小手先めいてるといえばね、小手先めいてるんですけど、まあそこが知れてしまわないように、ある程度ね、こうあなた自身の本心であるとか、あなた自身の持っている引き出しっていうのが、まだまだいっぱいありますよ。まだまだあなたに見せてないものがありますよということを彼に伝えてあげる。あ、これで終わりか。彼女とは話終わったけど、まあこれ以上何も出てこないだろうなと思ってしまったら、その瞬間にね、もうなんか関わっていてもあんまり面白くないよなっていうふうに思うし、まあある程度あなたのパターンっていうのは見えてきてしまうから、まあそんなにね深く考えなくてもいいかな。しかしあなたの本心がいまいちつかめなかったりとか、もっとね引き出しいっぱいあって、そこになんかいろんな面白いものが隠れてるんじゃないかなと思うと、次彼女と会った時どうしよう、何を話そうとかね、彼女何聞こう、彼女からどんな面白い話が出てくるんだろうかなっていうことは期待できる。さらには、いや彼女は俺のこと好きでいてくれるんかな、いや俺は結構好きなんだけど、ぶっちゃけどう思ってんだろう、ちょっとそれ聞いてみたいなと言ってるうちに、あなたのことが彼の心からね離れなくなっていく。彼はどん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 ねあなたのことを好きになっていき、あなたは恋しい存在だと思ってしまうようになる。まあだからここはね、ちょっとまあ本当に小手先見えてるといえば小手先見えてるんですけど、あんまりね、本心を話しすぎない。いや本当はね話した方がいいし、自分の持ってるものってのは基本的に自己開示全部伝えた方がいいはいいんだけど、まあ、ここではねあえてその部分はちょっと隠して、あそうなんだ、私がねあなたのことどう思ってるか、まあそれは今は内緒とかね、これについてちょっとねあんたに教えてあげたいことがあって、まあ私そういう経験いっぱいほらしてきてるから、これもねちょっといろいろ伝えられることあると思うんだよね、まあ、だけど今日ちょっと時間がないからそれまた今度みたいなことで、ちょっとこうね、待ったをかけるというか、まあちょっとね、本心を濁しておくと、まあ引き出しが他にあるんだけど、これは中はまだ見せませんというようなことをやっておくと、まあその分ね彼のあなたに対する興味関心がどん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 高まっていき、そしてあなたのことを、まあ、忘れられない存在というかね、もっともっと会いたいというか、まあ、愛おしい存在というふうに、思うようになっていくという、そんなお話でした。さあそして5番目はこちらです。はい、まあ、これはそのまんまですね、肉体的な快楽がある。まあそのことを考えるだけでね、もう本当に頭が狂うというか、まあ本当に理性が吹き飛ぶと、まあ男の人も女の人も、人は基本的にはねやっぱり動物である以上は、やっぱりこう性的な快楽だけではなくてね、やっぱり肉体的な快楽、それは、一緒にいるとね疲れがほぐれるとか、まあ、あなたに背中を押してもらうとか、まあそれこそ体重ねた時に、まあ、他の人とは味わえないような喜びがねそこにあるとか、まあ何かしらこう肉体的な快楽ってみんな求めていくものだから、それがねあなたを通じて得られるとなれば、もうね会いたい会いたい、もう彼女が愛おしいというふうに、まあそれは思うでしょうと。そしてねこういう時の肉体的な快楽っていうのはさ、やっぱり本当の意味でね心がつながっていないと肉体的な快楽って得られなかったりもするんで、そこにはやっぱり愛情だけではなくて、信頼っていうものもあって、その中でね、お互いの体のこともよく知っていて、なおかつそれが癒され、そして時に満たされ、そんなお相手のことはやっぱり常々考えてしまうし、先ほど申し上げたようにね、時にこう肉体というのは理性とは別側のところにあったりするんで、もうそのことから考えるとね、肉体の欲求がもう理性をはるかに上回って、時には気が狂ってしまうんじゃないか、そのことばっかり考えちゃって、やばい俺中学生みたいに彼女のことばっかり考えてるわ、どうしようというふうに、まあ、なってしまうことがある。ただ繰り返し申し上げるように、ここはね、別に肉体的な快楽というか、まあ、性的な快楽ということだけではなくて、まあ本当になんていうかな、
こう一緒にいてね、本当にご飯がうまいっていう意味での肉体ということもあるかもしれないし、まあ、あなたん家でねゴロンと接した時のその枕のね、なんか抱き心地がすごくいいとかね、まあ、そういう意味も含めてなんで、だからいわゆるねこう性的な関係がないからあなたのことを愛していないかっていうとそうじゃなくて、まあ、性的な欲求はあんまりこう強くないぞっていう方もいたりするんでね、そのあたりはちょっと誤解なくというお話、こういうお話もご紹介差し上げています。こちらに画像が出ていてこちらにリンク先もあるので、まあ、性的なものを求められないんだけどこれ一体どういうことなんだっていうことについては、まあ、こちらをねご参照いただければいいんだが、まあ、誰々肉体的な快楽が得られるというか、まあ、その欲求が満たされるお相手のことは恋しいというふうにね、理性とは違うところで思ってしまいますよねというそんなお話でした。さあそして6番目はこちらです。はい、まあ、これはね結構大事なんですよね、思い通りにならないことです。この場合の思い通りにというのは、まあ、彼の言いなりにならないということですよね。まあ、先ほどはね、本心がやや不明瞭であった方がいいというお話を差し上げたんだが、まあ、ここはねある程度本心がはっきりしていてもいいんです。この場合のはっきりというのは、私は私の道を行くんよ、選択は私がするんだからねということをちゃんとね彼に伝えられるかどうか、彼と意気投合してね彼が左に行こうと言った時に、ああそうなんだ、じゃあ左に行こうと、私も左に行きたいからねということで左に行く分にはいいじゃないですか。そこはね彼の言いなりになってもいいと思います。しかし彼が左に行きたいな、ちょっと待って、私右に行きたいからという時に、いや私はね右に行くんだから、あんたじゃあ左行きたいんだったら左行けばというふうに言えるかどうかなんですよね。そこで嫌われるんじゃないかなと思って、私も左に行くっていう風に言ってしまうから、彼にとってみれば都合のいいお相手だから、別に深く考えなくてもね、彼の都合であなたに連絡をして、あなたがノーと言わないことは分かっているから、彼の思い通りにあなたのことをコントロールしようとするっていう話になっていく。いやそうじゃないんだと、いやあんた左に来たけど左に行きなさいと、私はね右に行くんだからねということを常々彼に対して伝えておく。いや別に一緒に左に行きたいけど左に行けばいいんですよ、そうじゃないんだったらそうじゃないということをちゃんと伝えてあげる。そうするとまあ彼にしてみると、やっぱり時々ねやっぱり思い通りにならないというか、まあ、時々なんかこうね自分の欲求が満たされないというか、あれなんだこれ、どうすれば彼女は僕と同じ道を歩んでくれるのかな、どうすれば僕は彼女と同じ道を歩めるのかな、どうやったらその距離を縮めることができるのかなということをこれ真剣に考えるようになっていくんでね、だからある意味ねこう何でもかんでも言うこと聞く人っていうのはさ、まあ、お相手に嫌われないかもしれないが愛されることもなかったりするじゃないですか。逆に言うとね、やっぱり恋しいとか愛しいというふうにまで思わせるような人っていうのはちゃんと自分の道を歩んでるんです。彼に依存したり執着するのではなくて、あなた自身の道をねしっかりと歩んでいるからこそ、彼はその人のことを、まあ基本的にはねそういう人ってリスペクトされるし、ね、どうやったらじゃあその人を自分とね、同じ方向向いてもらえるのかなっていうことを一生懸命考えるようになるから、どん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 好きになっていくという話ですよね。まあだからこれもねいつも申し上げてます、まあこのチャンネルでの一貫したテーマでもありますが、やっぱり依存とか執着はね、まあ、手放すというのが一番寛容なことじゃないでしょうかねというお話、ここでご紹介差し上げています。こちらに画像が出ていてこちらにリンク先もあるので、まあ、このあたりちょっと見ていただきながら、まあ、彼の言いなりにならず、ね、まああなたはあなたの好きな道を行っとくと結果的にね、彼はあなたのことばかり考える、あなたのことを狂ってしまうんじゃないかなと思うぐらい愛しいというふうに感じるようになるという話でした。さあそして最後7番目はこちらです。はい、導いてくれる女性なんですよね。いつも申し上げているように、男性は群れの生き物だから、まあ、自分で考え行動するというのが苦手かというとそうでもないんですが、ただ女性に比べると得意ではないんですよね。だからこそ自分で考えるよりも決めてくれる女性が好きなんですよね。どちらかというと支配するより支配されたいんです、男の人はね、その群れの中で。だからあんたこっち行くよって言った時に、あはいって男の人はね言うんです。だからあんたこっち行くよっていうふうに言ってくれる人、そして言いなりにならない、言うこと聞かなかった時、またルールを逸脱した時に、あんたそれじゃあかんよねということもがっつりと叱ってくれる、感情的にね怒ってくれるのではなくて叱ってくれる。先ほどね、全てを受け入れるという話を差し上げました。まあ基本的にこの群れの中にあんたいたらいいし、私はねあんたのこと応援しとるんだけど、ちょっと道を踏み外すんだったら私叱るよ、その代わり、叱った後はちゃんと私の言うこと聞きなさいよ、でも私はあんたのことを受け入れとるよと、いうことも言ってくれる。だからあんたにはねこういう力もあったりするし、あんたはこういうことできたりするでしょ、そして私はねその道をちゃんと導いてあげるからね、あれこの存在って一体何だろう、
あ、お母さんじゃないかというふうに思うかもしれないが、まあ大体ね、男の人は母親のところにね帰っていく生き物だったりもするから、母親的な存在というふうにね、まあ、言ってしまうといいかもしれません。だからね、その人が実際に実のお母さんと仲がいいかとか、お母さんとね確執があるかないかとか、そういう話じゃなくて、まあ、本能的にね、まあ、男の人ってやっぱり母親的な女性のところに帰っていきたがるし、まあ、そういう人のことをまあ恋しいというふうにね、まあ、思ってしまうものだったりもするので、まあ時にね、彼に対して女性性をアピールしつつ、時にねやっぱりこう母親的なご自分の姿っていうのを見せてあげたりすると、あ、俺の帰っていく場所は彼女のところだ、あ、俺は必ず彼女に孝行しなきゃいけないな、みたいなね、ふうに考えながら常にあなたのことが頭の中から離れない。そしてやっぱりね、お母さん恋しいなとかね、ふるさと帰りたいなみたいな思いの中に、やっぱりあなたもその存在として彼の心の中にね居場所を作ることができて、彼はあなたのところから離れていかなくなっていく、彼にとってあなたはちょっとね頭がおかしいんじゃないかなこの人って思うぐらい、恋しい存在になるという、そんなお話でした。さあ、ということで、全7項目ご紹介をさせていただいています。もちろんねこの限りではなくて、細かく上げていけば他にもいろいろあるんでしょうけども、まあ恋愛感情っていうのは大概ねやっぱりこう理性とは違って、本能に直結する感情であることが多い。そしてそれはね、先ほども肉体的な云々っていうところでも少しお話を差し上げたように、時にやっぱり理性を上回ってしまうから、傍から見るとね、また自分でもねこう客観的に見てちょっと頭おかしいんちゃうかなとかね、ちょっと気狂ってんかなって思うような心の状態になってしまう。そして、まあ、そういう状態にさせる女の人ってのは、まあ、大概ねこういうことをしている。だから、まあ、母親的であり、そして、まあ恋愛の対象としての女性ですよということを、まあ、強くねこうアピールしつつ、その他諸々ね申し上げたように、まあ、彼の心をちょいちょいとねこう刺激するような何かをしてあげていただくと、まあ、彼にとって恋しい、まあ、愛しい存在になると。まあ、ただね、額面通りこの通りうまくいかったらそういうことでもないんだけど、まあ、考え方としてね、まあ、参考にしていただくといいのかなという、そんなお話でした。現場からは以上です。